ラジオヤジです。7月27日月曜日22時42分です。今ね、ちょうど相場天気予報を取り終えてアップし終わったところです。で、しばらくね、あの、サブチャンネルお休みしておりましたけれども、寂しかったですか <laughs> 今日からまた始めていきたいと思いますけどね。えー、ちょうどね、良、えー、かったって人もいると思いますし、寂しかったよっていう人もいると思いますし、まあ、 どっちでもないかなっていう人もいると思いますけど、ね。はい。また頑張ります、はいえー。ということでね、休み中何をやっていたのかっていうことなんですけど、まあ、なんかね、あっという間の、えー、9日間でございました、えー。休みの前にはちょっとね、サーバーの問題でトラブルがあったりして、その対応しなくちゃいけない。から、クーラーが壊れた。<laughs> そうやって。 あと PC がですね、新しい PC が今セッティングをずっとやってたんですが、何かと調子が悪いっていうんでね、PC のセッティングをやらなくちゃいけない。あとは会社を畳む作業、それからまあ、あのうち投資顧問業なんでね、番号を取ってやってるんで、今全然お客さんいないんですけど、それでも一応ね、業務報告みたいなことしなくちゃいけないですよ。年次報告っていうのはね。で、それをやらなくちゃいけないとかね。 いいございましたはい、でそれを、えー、まあ、夜相場、天気予報がない、まあ、ひ昼の単、ね、身はずっとやってたんで、あと展望がなかったんでね、展望はものすごい時間かかるんで、6時間とか8時間かかるんで、1本作るのに。でそれが2本ねお休みできたので、お休みさせていただいたんで、その分かなり時間が来まして、ね、そのな たりのね、作業をやってたんですけど、まあほぼね、あの PC のセッティングで終わりましたね。ええー。で、あのー、新しい PC、えー、c ア r e i9 っていうね、えー、素晴らしいプロセッサーを積んでいる。そしてなんだっけ、えー、なんかすごい、なんとかっていう、P、P、ちょっとな頻繁に忘れたけど、えーイン、インテルじゃない、NVIDIA のすげーえー、グラフィックボードを積んだマシンを買ったわけですよね。メモリー入れて50万ぐらいの。 でそのマシンを、えー、整備して、えー、音楽 PC だったり、録画用の PC だったりずっとして使えるようにね、一生懸命いろいろソフトを入れたりなんかやってたわけなんですよ。でそれがまたね、調子悪くて、ネットワークがね、ちっともつながらなくてで、ネットワークつながんなくて、どうよくわかんなくてですね、散、ね、々サポートに電話したりなんかしてやってたんですけど、 で、その中でもあの、出るの PC 僕使ってるんですけどね、サポートの方がね、その、なんていうかな、知ってる方と知らない方の、その差がすごく激しくって、で、えー、知らない方が電話に出ると、いやー、もうわかんないから、もう明日またあの、ちゃんと、ちゃんとした人がいる時に電話してくれとか言われたりとか、あとはもう私にはお手上げですと、これは多分、えー、このネットワークが繋がらないのは、 多分、えっと、マイクロソフトの OS の不具合ですとか言われちゃったりして。で、えー、そんな中で、ちょっと操作を僕は誤りましてね、PC を一回ダメにしまして、で、結局最初から初期化をして、全部ゼロからソフトを入れ直さなきゃいけなくなりました。今回、あのー、お休み中に。それがものすごく時間かかりましたね。なんつってもとんでもないいろんなあの、 インストールに丸一日かかるような音楽ソフトを入れてるし、それからそれぞれね、認証が大変なんでしょう。音楽ソフトはね。えー、認証システムが結構それぞれ大変で、えー、結構厳しいんですね。で、インストールも結構めんどくさくってですね。そういうのをやっていました、ずっと。で、サポートに何回も電話しながらね。で、サポートのあの、いい人に当たるとね、あ、それはこうだとか言ってね、リモートアクセスで僕の PC を操ってくれてね。 で、えー、ここのレジストリのここがおかしいからここは直さなきゃとか、ここはこうで、ここはこうでってやってくれるんですよ。そうそう。パッとすぐネットワークがつながるみたいなことがあったりなんかして。いや、あの、ネットワークつなげることは僕できるんですよ。できるんですけど、普通に設定して最初つながってんのに、あるところからつながんなくなるっていう不具合がありましてね。で、それはなかなかデルのサポートでもできる人とできない人がいるんだそうです。で、僕はわかんないから。 データもないしね。で、そのできる人に当たればいいんだけど、できない人だとやってくれなくって、それで停滞したり、マシンがおかしくなったり初期お、おかしくなって初期化したりとか、そんなようなこともやっておりまして、はい。<laughs> それで終わりました。お休みというか終わりました。えー、まあ、ただ、結果的に、えっ、ー、と、 音楽用の PC がある程度整備でき、音楽とかね、動画を作る PC として、マシンがある程度整備できまして、えー、まあ,あ、新しい色々いろいろね、えー、音楽用のソフトもね、えー、こういうのがいるんじゃないかなとか、そういうのを調べる時間もありましたし、えー、今までほとんど使ってみることができなかった、えー、音楽制作のソフトも使うことができ、使ってみることができて、 えー、ちょっとオリジナル曲のね作曲がちょっと進んだりしてるしまあいろいろそんな感じでやってましたでまあほとんどなんか雑用だけで終わって何、えー、て言うか休んでいたという感じはないです、えー、ただひたすら作業をしていました朝から晩までね で、出るコンピューターってのは、あの、26時26時間じゃない二24時間365日サポートを受けてはくれるんですよ。ただ、時間帯によってね、えー、わかんないっていう人が出てくれたりして。はい。<laughs> あと、あの、こんなね、カメラ。これ、あの、えー、届きましたね。3ヶ月前ぐらいにね、注文したカメラなんですけど、えー、なかなかね、この今使っているウェブカメラだと、肌色がうまく出ないんで、 一回ちょっと買ってみようと思ってね。これ、これ高いゃん？一 ?18,500 円もするんですけど、ウェブカメラ、ロジクールの新しいウェブカメラ。これも買ってみました。これが休み中に届いたりとかね。まあ、あとは、えー、休み中にはいろんなソフトを入れて、えー、鳴らして遊んでいたりとかいう時間も多少ありました。はい。<laughs> でも、結局、なんていうんですかね。僕にとって YouTube っていうのは、まあ、なんだろうな。 単なるお遊びではなくって、えー、老後の一つの活動みたいな感じでやってるんで、えー、その中でこれから音楽も作っていた行きたくって、だその音楽作るのもね、なんていうかな、その趣味で、えー、なんかぽよよーんって感じでやってるわけじゃなくて <laughs>、結構、えー、集中的にやってるんでうん、だから結構課題を設けてですね、今日はここまで進めたいとかね、今日はこのギター,ー音源の で伴奏を作りたいとか、ね、やってましてだから結構それが進んだ部分もありましてね。だけどそれも何て言うか休み的な感じではなくて。<laughs> だからなんだろうな。えー、まあ休むって言ったのに休んでないじゃないよっていう感じまあうちの妻としてはラジオマンさんとしてはねいつもそうなんで僕は休むと言ってもどうせ休まないんでね、えー、まあその辺は諦めているんだと思いますけど。 で怒られたこともないんですけどね。<laughs> だけど、休まあ、妻がもし本音を言えば、休むって言ったのに、休んでないじゃないのよっていうことになるでしょうね。そんなこと言いませんよ、うちの妻は。優しいんでね。なので、一言も言いませんよ。あの一言も言いませんけど、もしかしたらそういう思いがあるかもしれない。<laughs> まあでも、いつものことなんでね、もう30年も一緒にいて、僕はまあ、 休むって言っても何か作業してて、えー、ポエーっとしてるってことはないってことは彼女は知ってるんでねん大丈夫だと思いますけど、えー、そんな、えー、1週間でしたね、えー、で午前中はいつものように単身やってたしで午後から夜にかけてはお休みだお休みっていうか自由フリータイムだったんですけどまああれやこれやでね、えー、本当にてんてこまいというか、えー、一番大変だったのが PC の初期化からンインストールみたいなね と、えー、いうような作業でしたけど、そのあたりはまあまあ、えー、大変でしたね。はい。で、まあ、天気も悪いじゃないですか。まあ、今日もなんかね、うちの地域また大雨警報とか出てましたし、出てるのかな。明日も雨でしょもとにかく雨ですよね。もう溶けちゃうね。<laughs> こんなに雨が降ったらもう溶けちゃうぐらいの雨続きですね。はい。そんな中。 えー、だけどね、ちょっとお休み中に少しお出かけもしました、ほんの少しだけ、お出かけしたのは1時間ぐらいでしたっけどね、<laughs> ちょっと買い物に行ったんですけど、あのその買い物に行った先から、まあ、もうやっぱ結構今、えー、と県外の、えー、ナンバーの車が止まっている場所がありまして、えー、よく行く、買い物に行く場所があるんですけど、県外ナンバーが止まっておりましてね、はい。 えー、ところどころが密になっておりましてまあちょっとねあんまり外に出るのは嫌だなって感じだったんですけどその帰りにある和菓子屋さんがありましてそこでね、えー、ちょっとそこに寄ってね、えー、なんかソフトクリームでも買っていこうかみたいな話をしていたんですけどでそこの駐車場にまで行ったらですね、えー、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけどえな、ー、に川上屋っていうね ね和食の、和食じゃない、和菓子の、和菓子の店があって、で、そこでね、栗ソフトが美味しいんでね、買っていこうかっていうところで、ちょっとことで、そこ行こうと行ったんですけど、したらもうね、もう全部県外ナンバー。もう、車はもう満車ぐらいで、で、もう全部見渡す限り県外ナンバーです。で、そこになんとかこう、入って、どっか止められるとこないかなーっていう感じで見ていたんですが、まあ全部県外ナンバーでして、 で、えー、その県外ナンバーが横に1台止まっているところから、えー、家族連れが楽しそうにこう降りて店内に入っていくんですが、その店内に入っていくところでマスクをしていない。県 <laughs> 外ナンバーの車からわーっと降りてきた人たちが割とマスクをしていないっていうんで、帰ろうかっていうことで何も買わずに帰ったりとかね、そんなこともありましたね。まあ、えー、ね。 どうなんでしょう <laughs> まあ国が、ね、GoTo だって言ってるから、まあ、GoTo するのも無理はないわけですが、えー、これだけね人数が多い毎日ね報告される人数が多い中でな名古屋とかもねうち近い近いっちゃ近いんですよ岐阜県なんですけど名古屋が近いんですけどそこもねもう最近すごい人数が多いでしょでそのナンバーだから ねその底ナンバーの車がわっと止まっていてそこからマスクもしれない人が降りてきてで楽しそうにこうお店に入っていくというところを見てい見る中でそのお店にやっぱり入っていく気にはなれなかったというねはいいろいろな説がありますよ今回のこの疫学的リスクの問題はねあんなもはただの風邪だ恐れることはないっていう人もいるしね、えー、そうじゃない意見もあるし。 大変なんんだっていうう意見もももあるしね僕も分かりませんもう今や <laughs> どっちが本当だかよく分かりませんけれどもねまあ一応用心した方がいいという体制でね生活してるんですけれどもね、えー、だから用心してない人も非常に多いし政府はまあそう用心しなくてもいいと金使ってくれと言ってるしね、まあ、そういう意味でまあ結構日本中が今混乱していてね、えー、一体どうしたらいいのよという感じになってるんじゃないですかね でますます政府はゴートゥーだゴートゥーだとか言ってて、えー、ねこの連休を明けて、えー、今日、連休を明けて今日以降、ね、えー、8月頭ぐらいにかけて、えー、もっともっと数字が増えるんじゃないかと僕は予想しているんですが、ならないですかね。<laughs> ならなければいいけどね、えー。そのあたりも見つつの、えー、連休です。そんなことも考えつつの、そんな体験もしつつつ,つの 連休ででしたなのでほとんど、ほとんど朝からの晩まで PC をいじっていました。<laughs> でこれね、結局この PC がダメになるともう録画できないんでね,、えー、ね。いろいろね、トラブルがまだあって、えー、この今ね、動画これ作ってるんですけど、この PC には4台モニターがついてつ、つながってまして、その4台のモニターを駆使しないと僕の動画はできないんですよ。はい。 4台のモニターを駆使しないと動画できないんですね。で、新しい PC は、この今使っている PC よりうんと高いんで、値段倍近いかな高いんで、で、そっちはだからね、出るコンピューターにね、4台のモニターが安定的に動くような構成にしてくれってお願いして作ってもらったんですけど、サポートに電話してる間に分かったのは、いや、お客さん、この PC は3台しかモニター繋がりませんよと。はいや、この PC は3台しかモニター繋がらないですよって言われて、は ててなって、えー、今日、うん、ね連休明けたところで出るコンピューターに電話してなんかちょっと話が違うんじゃないですかねって聞いたんですけどいやーそんなのねそんなやり取りした証拠もないしとか言われて <laughs> でまあ、今ねか一応話が違うんでなんかね対応してくれよと言ってるんですけどそしたらなんか夕方に電話かかってきて出るから。 お客様このパソコンは4台モニターつながりますとか言い始めて。<laughs> はっいや、サポそっちのサポートが4台つながらない3台だって言ったよ。で、実際4台つなげると不安定になっちゃうんだけどって言ったんだけど、いや、4台つながりますとかいう電話がかかってきてね。まあ、とにかくね、要するに、えー、3台しかつながらないってことになると、何か、えー、ね、えー、対策をとって何かしなくちゃいけない。 のででそれを防ぐためなんでしょうかねまあ、あの、今、えー、これ、デルコンピューターに僕は、デルコンピューターからものすごいたくさん PC 買ってるんですよ。で、もうずーっと僕、デルコンピューター使ってるんですけど、最近だんだんちょっとね、デルコンピューター <laughs>、ずっと信頼してね、使ってきてるんですけど、今回の PC に関してはちょっとね、あの、トータルにはいいと思いますよ。あの、サポートも24時間やってるし、365日やってるしね。 で、トータルとしては今回もいろいろ問題は解決していって、なんとかなってきてるんですけど、ただその根本のね、あの PC の構成がね、4台のモニターがつながるって聞いてたのに、つながらないっていう話になってきてたりして、で、文句言ったらつながるよって言われたりして、なんかよくわからない。ね、えー、そういうのがいっぱいあってね。えー、まあ他にもいろいろな、あの、今回トラブルがあるんですけど、まあ言っててもキリがないんでね、あれなんですけど、そんなことで、えー、トラブルながら、 えー、終わっていった、えー、僕の今回早めの夏休みでございました。またちょっと8月ぐらいにまた夏休み取っていいですか <laughs> ?2、3日取っていいですか <laughs> まあね、今回だから休んだ気がしねえっていうね。いや、もうちょっと自分の好きなことができたらね、好きなことって例えば音楽制作にもう少し時間が取れれば、 それも、まあ、完全な、その、趣味的な感じではないんですけれども、それでも、まあ、少し楽しかったかなとは思うんですよ。それはそれで疲れてしまうんですけどね、僕はね。なので、そういう意味で、えー、まあ、別にいいんですけど、別にいいんですけど、そんな、え9日間でした。で、えー、皆さん、ね、今日からまた、 え、サブチャンネルもやりますんで。で、今日この後ね、えー、ね、えっ、ー、と、日本株の個別銘柄のね、動画も作りますけど、まあ、こうやってね、動画やってると、まあ、結局、朝起きてから夜寝るまで、動画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 で終わってしまうっていう感じはありますけどね。うん。だから、ちょっと、ね、人生考えた方がいいのかなとかも、ちらっと思いながらも。<laughs> 思いながら。<laughs> まあ、わかんない。もう、とにかく、今日からは、普通にまた戻します。はい。戻します。 戻しているんんですけどねそんな感じでしたなのでまあこう年中疲れた顔をしているので休んだ方がいいよって言われてるラジオじゃんですけどまあ疲れ顔はもうそのままですね最近特に眠れなくてですねまあそんなことを皆さんに言ってもしょうがないんですけど5時間ぐらいしか眠れないでしょ僕は大体できればね6時間は熟睡したいんですけど5時間寝るとパカッと目が覚めてもう眠れないっていう日がずっと続いてましてねはいえー それはまああのね早く寝ないからだって妻に言われるんですけどねえー、ちょっと前までちょっと早寝をしてたんですけどその時は結構調子良かったんですけど最近また遅くなってきたらそしたらまた調子悪くなってきましたはいそんな感じです <laughs> 何か皆さんアドバイスがあれば <laughs> いやいやアドバイス聞いても この人は聞かないですからね。早く寝た方がいいですよとかね。休んだ方がいいですよとか言われても、えー、聞かないんでね。皆さんにアドバイスしていただくだけ申し訳ない。申し訳ないんですけど。えー、何かご意見があれば <laughs>、コメントください。そんなお休みでした。じゃあこの後ね、ちょっと日本株の個別銘柄の動画を撮りますんで。はい。一応雑談はこのぐらいにしておきたいと思います。はい。